よし、行きましょう。またなの。おいおい、インポスター。いや、おいわ。すぐ殺すのやめような。すぐ殺す、大変だから。うわ、怖っ。したい。なんで閉じられたんだけど。誰か、はい、一応先に最終場所聞いてもいいですか？今リオンは監視カメラ見てて、メドベイに誰か入ってるのを見たよね。今シールドあとみーん、一応セキュリティで監視カメラ見てたら私しかいないので、なぜかセキュリティが閉じられて閉じ込められてました。テラゾーさんは今メドベイに入ってるのは入ったところ、どこにいたんですか？メッドベイの入り口、今差し掛かったところで、メッドベイに誰かが入っていくのを見た。誰ですか？うん、バンドレッドです。死体はメッドベイにありました。なるほど。僕、開幕右回りで、停電もリアクターも全部無視してひたすらタスクをやり、右からぐるーっと回ってストレージから、あのカードキーやって、で、メッドベイのタスクやりに行ったところで死体見つけたって感じです。一応まあ、あのセキュリティ閉じ込められたんで、最初は左回りだったかな。ダクトでセキュリティには来てないよ。まあ私がダクトで来たって言われたらもうどうしようもないんだけど。あ、そういうことね。エレクトリカルで一緒になった人誰だっけ？ヤオさんだっけ？ヤオかな。あ、ヤオだ、ヤオヤオ。閉じ込められてた2人。スナパイさんと閉じ込められてた。そうそうそう。ドアの前ですれ違ったかな、確か。そう、スナパイさんがドアの前にいたのは発見してたし、ヤオさんが人狼だったら俺殺されてると思うから、ヤオさん一番白いかな、俺。でも2人死んでるから、キルクールタイムだったから、うん、そうそう。それは思った。ああ、なるほどね。それはあるかもしれない。ね、一応ね、なぎさんのね、最終確認は私、ナビゲーションのタスクやってたから、うん、多分、ナビゲーション付近じゃないかな、死体は。ナビゲーションか。行ってない。右寄りじゃないかな、多分。監視カメラで見てた。シールドにはなかったよ。カフェテリアの右上で一緒になんかしてたの覚えてる。そっから見てない。とね、うん、あの、寺蔵さん、あの、閉じ込められてた、エレクトリカルの下の通路で俺ずっと待機してたの。いた。うん、ロアエンジンから来た綱さんが目撃している。目撃してる。右から来てるから、どっちにも死体はないってことだよ。だからキルクールタイムが4歳に発生してないと思います。もう一回押しましょう。はい。カフェテリアにいなかった、怖かった。いやリアクター直しに行ってたんですけど
リオンは八尾さんといたよ、今。いた。候補、あげましょう。テラゾーさんは、メドペでしょう。いや、多分、私が疑われやすい位置なんだよな、これ。セキュリティ閉じられてたし、ダクトつながってるし、メドペ。一応、まあ、市では監視カメラ割と見てたんだけど、多分、それを証明してくれる人が多分いない。いや、監視カメラの情報提供スッチで合致してるか、種類が。そうそうそう。それがね、映ってないんですよ、ね、私が見た。どこに移動した私があと俺はエレクトリカル一番最初に修理してるし、そこに八尾さんが入ってきたのね。うん。どっちから来た八尾さん。ストレージから来た。うん。で、その後、リアクターが、炉心誘拐になって、それも上のやつは俺が解除してんのね。うんうん。八尾さんも一緒に行ったんだっけ、リアクター。リアクター系の人終わった後、上側の方抜けてったの誰ですか。あ、俺上側抜けてったよ。で、メッドベイでバンドレットさんに会った。だからバンドレットさんが終わって上側向かったタイミングで俺の通報入ってる。じゃあリアクター前に多分死んでるっていうのは濃厚だよね。ないないない、リアクター前はない。だって八尾さんがリアクター側でやってたもん。八尾は覚え芸をしてた。あ、違う。そういう意味のリアクターが作動する前。あ、作動する前。作動する前に、出来上がってる可能性の方が高いねって。ユイさんだっけ？ユイさんが死んでるってことだよね。うんうん。ないね。バンさんが人狼じゃないんだったら、俺アッパーエンジン側から来てて、バンさんがカフェテリア側から来てるんだから、まあメッドベイ最初に殺されたのかもしれないけど、そのタイミングで殺されたんだとしたら、ベント使ってると思うね。なるほどね。そうなるとやっぱり私がサイクロイチになっちゃうんだよね。でも、リアンさんってあの、ベントからエレクトリカルに抜けられてたらわかんないんじゃないの？そう、ね。わかんないです。エレクトリカルにも抜けれる。もう一回押そう。あ、じゃあ次全然わからんどこか。誰かなるべく粘ってから押してくれたらタスクできて嬉しいなぐらい。いやで治ったから押そうと思ったけど、ありがとう。停電遅かったね。任せろり。停電なんか誰も来なかった。僕タスク残り1個になりました。早っ。私はタスクまだ全然終わってない。早っ。あんまり終わってない。全然終わってない。あと3つくらい。なんかめっちゃ怪しいと思ってる人に。いやでもあのね、殺害起きたらもう終わるんだから、もうボタンは絶対押さなきゃダメなんだよ。うん。あ、そっか。ダブルキルの時点で終わるから。ダブルキルで終了だからね。当てなきゃいけないんでしょ。矢尾視点はスナパイテラゾを信じたい。スナパイさんを信じる理由を言ってくれれば僕も矢尾さんの言うことは信じます。もう多分さ、壁の外でずっと待ってたの見てたじゃん。そうそうそう、ずっとじゃないかもしれないけど、なんかあんまりそんな奇怪の動きはしてない気がするから。開幕左側の動きの人とか知ってる人いないの？ユイさんも開幕左行ってたよとか。開幕右行ったから分からんな。私即左行ったけど、ユイさんは見てないと思う。スナパイさんとツナさんはさ、なんかさっき繋がってるみたいな話してたけど、どこでどうあったの？繋がってる？違う。俺がツナさんの情報を言ったのは、ヤオさんにキルクールタイムが発生してないことを証明したいって。あ、あれだよね、あのエレクトリカルのとこで扉閉められたときにすれ違ったところの話だよね。うん、俺はストレージ側から来て扉の前で、あの目の前で、あの電気室が閉まったから待機してた。うん、そこに左からロアエンジン側から来たから、それで両方が死体を発見していないなら、八尾さんには発生してないよ、キルクールタイムはっていうことが言った。どっちかっていうとあれな。で、さらに、リオンさんが、あれだ。あのセキュリティにいたときに扉が閉まったんならば、死体は、左側の例えばリアクターとかアッパーエンジンにあると考えるのが妥当で、そっちの方面から来た綱さんじゃないって思うから、俺は綱さんにさっき投稿した。
なるほど。まだ押すどうする？メッドベイでしょ。押すんだったら次俺ボタン押す。そもそもアッパーエンジンにはなかったっていうのバンちゃんとかが言ってるんじゃない？ユイさんの死体が分かんないからそっちを考え。全然絞られないんだけどどういう。怖い怖い怖い、今回で決めよう、今回で決めよう。え、最大限キルクールまで粘った方がいいかなと思って、タスクやってる人がいる。とりあえずあのスナパイさんに弁明するとしたら、バンドレット違う、テラゾーさんか、テラゾーさん、バンドレットさんがあのアッパーエンジン通ってミッドベイ行ってんだよね。俺はアッパーエンジン通ってるからアッパーエンジンに死体ないことだから、アッパーエンジンには死体はないから、俺はカフェテリアからミッドベイに入ってる。あ、ね、アッパーエンジンに死体があるなんて断定はしてないよ。まあ、一応だからあるとしたら私が怪しいってことを言ってたから、だからそこにあったしても見つける人がいるっていうのを弁明しただけです。一応リオンはあのリアクターが直った直後にリアクター付近でタスクをやってからセキュリティ入って監視カメラ見てたら閉じ込められたんですよ。で一応だから一番最後に見た人は八尾さんですね。あのリアクターで作業してた画面見た、八尾さんはね、そうあの覚え部屋だから多分見えないと思う。から決めましょう。八尾が聞きたいのはリオンバンドレッドかな、どっちか。それだったら俺別に、俺はリオンさんになるな、まあ、だってバンドレットさんはメッドベイに入ってくところ俺見てんだよ。わざわざ入るかな、うん、俺はテラゾーさんは見えてないけど、バンちゃんは誰って言いたい。正直わかんないなって感じ。俺全部無視してタップだけやってたから、ぶっちゃけ私目線はもう完全に情報がないから、もうそう、まあ、船前さんは綱さん釣りたいのね。発言が砂場イデラを信じたいって言葉が狼っぽくはないかなと思ったぐらいかな。俺ね、アドミンでバンドレットさんとすれ違ってんだわ。アドミンですれ違った、アドミンですれ違った、3人ぐらいはねすれ違った記憶はある、でそのバンドレットさんとテラゾーさんが出会ったタイミングも合致してるので、バンドレットさんも信用してるのね。結果やめにってくれ、綱リオンかなって思う。まあじゃあまあリオンさんかな、いやそうなっちゃうんだよね。でも私じゃないんだよ。両方釣ればよくない、だったら両方釣って。とりあえず今日はリオンさんよな。え、今日、あ、そうなの、私ボタン使おうと思ったのに。あ、まあまあ、ボタンも押せないです。あ、僕も押せない、待ってます。押せないよ、ヤオが押せる。じゃあ優しめ、これで、スナパイさんってボタン押せるんでしたっけ。押せない、押せない。もうみんな多分押してると思うよ。私押してないから、私は押せだから死体を見つけなきゃいけないから4人全員で行動した方がいいかも、この後、まあ、僕はタスクもうあと1個なんで全然って感じだけど、私はタスクが全然できてない。あ、じゃあ綱さん死んでもらってお化けになってやってもらったよ、うん、まあどうせじゃあロラ完遂という観点でやりながら幽霊、うん、いいと思う。そうね、それはありかもしれない。じゃあまあ話し合いましょう、時間まで。一応ね、あの俺の視点でね、テラゾーヤをバンドレッドに見ろって絶対考えられないから、うん、考えられない。俺もだからスナパイさん疑ってるけど、逆にスナパイさんが白いって言ってたのはエレクトリカルの前で見てただけだから、それ以外の点を上げてほしいかな。スナパイさんが自分自身が白いと思うような点を言ってほしいかな。じゃあロラする前提だったら3・1で動きましょうっていう。で僕は3の方に入ります。ニロいないって言うんだったらいいよ。ニロいるんだったら、ニロいる前提だったらテラゾーさんは違うとだけは言っとく。テラゾーさんって
私が治った時に見えたような気がしたから、黄色が治った時、あ、停電ね、うん、じゃあ治った瞬間に見えたから、綱さんつって終わんなかった時俺視点かなり絶望だから、そっち3人固まって俺1人で自由に動いていい？僕は何でもいいわけだから、3人、俺が3人側入るな、うん、まあでもそうするしかないかな。で、なんか、O2 はツナッパイさんも向かってほしい。うん。リアクター、いやもう全員向かわなきゃ絶対無理。リアクター任していいのか？リアクターと停電は任せてもらっていい。3人で、だって2浪だったらもうこの段階で終わっちゃうから、ラスト段階で。で、リアクターが終わらないってことは殺人が起きてるから、レポートの方で対応ができる。O2 はちょっと時間の問題があるんで、スナパイさんも向かってほしい。任せろり。死体を見つけなくてはいけないという結構厳しい状況。そうだから番屋を寺蔵は密着しましょうね。まあ、でも実は終わるんじゃないか説。なるほど。これどうしようかな。これどうしようかな。これどう、これどうすんの？これどうすんの？こっち来てよ。はあ、もうこれトータルタスクコンプリートが上がってないからな。
何この条件。タスクは？ちょ。これ統制はいいな。タスクが全然上がらない。しちゃうしかないんだけど、終わんないけん。俺どうすんの。殺害起こすしかないんだけど。なんとかうまいことサボタージに頼るしかない。めんどくせえな。めんどくさ。どこで死んでた？食べてるや。のどこ？知らん。停電だから詳しい一応。レポートです。レポートだから。マジかー。マジかー。見えん。いやなんか砂前さんがめっちゃ怪しいなと思ってたんだけど、結構大津協力してくれるから。そうなんだよな。もう俺だってタスク終わってるよ。化石でバンドレッドかな。左上全然動いてなくて、テラゾさんタスク終わってるって言ってるんだよね。次のタスクどんぐらい残ってる量。あと2個ぐらい。絶対2個の量じゃないだろう、左上。なんでタスク、なんでタスクやりに行かないのっていうか。そう、そもそも。じゃあ送ってるか分かんないんだもん、2人が。回ってほしい。ワンちゃんは回ってるか分かるんだけど、寺蔵さんが回ってなくて、どっちだよと思って。で回ってなくてって何？俺もタスク終わったよ。回ってたら俺のタスク終わってるっていうの分かってるじゃん。その意思表示をわざわざしてるの、俺がインポスターで。にもかかわらず真っ先にバンドレットかなって塗るの。じゃあ伏見やう一択だねってなるんだけど、その思考の流れだと。いや、それはそうなんだけど、あのバンドレット今さ、停電した時の別れ方どんな感じに分かれてた？あ、カフェテリア。俺カフェテリアの下の、あの左下の机のちょうど上ぐらいかな。左下の上の机ちょうど上。ヤオはその壁沿いに左下行ってた。その証言だけ聞くと、ヤフシミは若干左側の方にいたのを見た。重なった時にね。うん。バンさんは？俺は
そこでちょっとテーブルを迂回して下に行こうかなと思った時にレポートが出たから、どっち側から一緒にいたじゃんか、通報しなきゃいけないでしょ。まあ俺寺蔵さんかな、あんまタスクゲージが動いてる感じじゃなかった、一緒に回ってる時に。うーん、マジか。どっちにし、どっち入れた、地味っぽいな、地味っぽい気がする。パンさん積み重ねで今までと。ボボゲー、お前インポスターだろ。そっち？あー、たぶんねー、もうわかんねー。合ってた俺。アイさんとか。合ってたわ。サムタしまくったわ。あのさ、まあ、あのさ、あのさ、お前ら3人ともに言うんだけど、俺がもう完全に仕事終わってカフェテリア待機してるの見えてたでしょ。そう、グルグルしてたもんね。ずーっとしてたよね。グルグルしてるのは見えてない。仕事が残りまくってるからさ、絶対誰かが仕事しに行くはずなのに仕事しに行かないから。え、寺蔵さんの仕事についてってのかと思った。あ、そうだ、寺蔵さんの仕事にはついてったけど、その時ずっとタスクゲージ見てたから、その時にあまりにもタスクゲージ上がってなかったから、そう、タスクゲージ上がってなかったから、その点責められると弱かったけど、タスクに協力的じゃないっていう点で伏見屋を責めれるかなと思ったら、バンさんが俺投票してきたからやばかったね、危なかった。そう、だから伏見がアホだった。なまあ関係がすんな、俺たちが悪かったんだ。すまん、つなてらぞうだ。ちなみにあの霊界のナギリオンは2人して、あの永遠にあのゲームが進まないから、殺すね、ヘタレは誰だって話してた。違うよ、ヘタレじゃないだろ、実際勝ったんだから。このまま、いや、ないからね。あの俺がカフェテリアにいる情報は3人とも共有してたよね。いや、面白い。多分ね、してないよ。スナパイさん見えてない。うん、スナパイさん見えてない。うん、スナパイさん見えないように、スナパイさんと会わないように O2 とかやってたから。もう、うん、めっちゃスナパイさん暇そうって思う。これ絶対スナパイさんいるな。もう絶対スナパイさんいるの分かってたから、カフェテリア行かせないようにして O2 とかやって、スナパイさん暇すぎてリアクターまで直しに行ったのに俺。あ、そうなの。なんでリアクターいるんやと思って。いや、もうあのね、ちょっと黒目見てたけど、なぎさんと二人してスナパイさんかなとか言ってたら全然 O2 直してくれるから。あ、そう、じゃあこれ違う、ね、そう、この3人の中にじゃあ1人ヘタレがいるってことだねって言ってた。いや、だからタスクが終わってない時点でもう、なんだろう、いくらでも時間使えるから、頑張ってリアクター側に引き寄せて O2 起動させてくれるのもあって、時間ギリギリで O2 勝ちたいんだけど O2 でうまくいかないから、そう、ここまでずっとね、あのカフェテリアで待機してるから O2 これ無理だなって思って、どこまで把握してるか分かんなかったけどな。バンちゃんが結構ギリギリで O2 直してたから。そう、だいぶギリギリだったよね、あれ、うん、バンちゃん。白いなと思って。O2 俺3回直してんだから、さすがに。そうだね。だからスナッパイさん切るしかないなって最後なったけどね。そう、だから、うわ、なんでスナッパイさん死ぬんだよって思った。いや、O2 直せるってことは、O2 直せる位置にいるんだから、カフェテリア通っちゃダメだよ。いやね、あそこ通ってくれたから、これもう殺すんだったら、そう、停電させてるから。っていうか、なんなら俺今、停電直しに行こうとしてたとこだったから。何でも屋さんじゃん。危なかった、危なかった。いやー、もうごめんね。楽しみが俺に対する普段の印象をね、持ち込みすぎなんで、ゲーム。あの、これ見てた人も分かったと思うけど、キル、そのインポスターが殺せないのがヘタレだと思ったのと同時に、タスク進めてない2人もヘタレだよ。そうだよ。なんかね、全然、あれ、なんでこんなに進んでないんだろうっていう。あの、霊界はもう終わってたよ、多分全員。さすがにあの時間あったら、別にリアクター無視できるから、霊界は。はい、あの、ちゃうんですよ、僕さ、あの2人がなんか、ちょっとあまりにもあれだったから、ちょこっち行きたい、こっち行きたいって言ってるんだけど、なんか全然ついてきてくれなかったので、全然こっち行きたいムーブを感じ取れなかったかしら。感じませんでしたよ。寺蔵さんからしか感じなかった。僕はみんな引き寄せてましたけど、あのゲージが上がらないんで困ってました。ゲージが上がらないんで、無理だと思って。で、まあ、寺蔵さん怪しんでて、俺1個リアクターの残ってたから、いい加減俺の終わりたいなと思って俺が引っ張って、そうそう、リアクターでちゃんとやってたから、あ、リアクターであるからここで O2 だって思ったけども、その時にはスナパイがカフェテリア待機のあれに入ってたから、もう O2 で勝つのは無理だったって感じなんだろうな。スナパイさんがもう2回直してくれたの確認したタイミングだったから、はいだよ
だから俺視点それが全く判断できなかったから綱さんがあの停電で殺せっていう風にしあの誘ってくれたのが美味しかったっす、ありがとうございます。あ、八尾ちゃん残されたらやばいねってでかいで話してた。じゃあバンドレット君に対しては僕は違いますよ、ゼロからちゃんと考えてますよ、はい、印象を。だって絶対嘘だよ、だってタスクマスターさ、俺が敵なんて見てるのにさ、速攻でさ、バンドレットだって言い始めるじゃん。思考のまんまでおかしいじゃん。ただ無念だよ俺は。あ、ちなみに最初の2キルは俺一切関わってなくて、両方ともつなさんがキルしてます。なんで八尾さんが俺のこと信じるのも仕方ない。あね、ほらね、テラゾーさんと過ごしたエレクトリカルでの蜜月を忘れられなかったの。そうそうそう、相当あそこで信用稼いだと俺思ってたから、さっき手出したからな。そう、うん、みんなはね、もうほんと序盤。あ、そうだよね、初動、序盤も序盤、初動、うん、メドベーの下で大体初動だから。そうそうそう、そうだね。真面目な仕事くんにはなびかないんです。いや、メドベーに下があったせいでもう私が疑われてしまった、悲しい。いや、まれに見る長期戦だったね。本当だよ、疲れた、ちょっと。そう、なんでこんなに水を終わんねんって思った。そうそうそう、なんで邪魔してる気はあるけど、なぎさんの2人、もう早く終われ、どっちでもいいから。めっちゃランニングしてたで俺。もうこれスナパイさんずーっと、スナパイさんが早終われの前にしてたから。そう、ボタン持ってればよかったんだよ。最後シャトルランしてたもん。やっぱ使いすぎるの良くないね、ボタンね。ちゃんと決めきる。そうだね。まあ、あの使った割にはあのスリまでいかないから、そう。そう。今後の課題ですよ、これは。今後の課題です。と、そういうこと。いや、初めて ボタンあのボタン飽和による会話ができない状況を利用した長期戦で勝ったから、すごくなんかボタン4は初めて聞いたけど。ボタン4は信号じゃん。信号押せない状態、あんなに誰も押せない状態になったことって今までほぼなくない？まあでもやっぱり今のやつ議論で勝つには、そのゲージに気づいてたバンちゃんがそこ攻めるべきだったね。あ、そうだから言ったじゃん。だから最終的に俺はテラゾーさん投票してるし、やべ、終わったかもしれんと思った、うん、もっと最初らへん言っておいてくれてもよかったんじゃないですか。いや、普通に俺にしてくるから。こいつがインポスターだろうって思った最初。あ、ちょっと今の男の方を大事にしたいっていう気持ちがあった。男の方を大事にしたい。今の男になった覚えないんだけど。八尾像だよ。八尾像ってなんだよ。